や、ナガト、お前がなぜこのようなことを。先生、あなたはまだ人でしか。だが俺はあの頃より成長したのだ。この世を導く者、神よ。神か。まさかお前が冗談を言うとはな。神としてあんたに痛みを与えてやる。もはや言葉は不要というわけか。ならばわしも手加減なしで行く。ナガト、お前はここでわしが消す。戦闘開始。勝ったのはわしだ。チャクラを限界まで使い満身創痍だとしても、ペインを倒せたのであればそれでいい。二大戦釜に感謝を。戦いはもう終わった。これで木ノ葉に帰ることができるはずだった。あいつは、ペインは、まるで何ともなかったかのように再びわしの前に立ちふさがった。やつは一体、なぜやつは平然としている。今、残りのチャクラで、わしにできることは。諦めろ。あんたの負けだ。まだだ。わしはまだ戦える。往生際の悪い。そこまでして何になる。せめて一体だけでも。まあいい。どうせあんたはここで果てる運命だ。くっ、チャクラが足らん。甘いな。うわうわ、よくここまで粘った。褒めてやろう。だが、ダメだ。気が遠くなる。わしは死ぬのか。わしは。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。
そうだ、ナルト。お前はどんな時も諦めなかった。ならば、死であるわしが弱音を吐くわけにはいかんの。なぜなら、弟子の任道は師匠譲りと相場は決まっとる。なあ、そうだろう、ナルトよ。のう。さすがジライア先生だ。しぶとい。もう諦めろ。もはやどうすることもできない。わしが諦めるの。諦めろ。うわ。わしの地雷やゴーゲス物語もついに結びか。思い返せばわしの物語は失敗ばかりだった。綱手に振られ続け、友を止めることもできず、弟子と死を守ることもできなかった。火影たちが成したいように比べれば、わしのしてきたことは取るに足らんくだらんことばかり。何も残すことができなかった。いや違う。そうだ、わしはわしの意志を受け継いでくれる存在を見つけたからこそ安心してここまで来られたの。ナルトよ、お前と共に笑い、お前と共にあったおかげでわしはここまで歩いて来られた。お前の存在がわしの、わしの生き様、思うほど悪くはなかったようだの。最終章、胃の中の蛙大会で散るの巻か。ほどほどにあっぱれ、あっぱれ。さて、この物語ももう終わりだ。そろそろペンを置くとしよう。お、そうだ。続編のタイトルは何がいいかの。そうだろう、渦巻きナルト物語。うん、それがいい。